クローバー型とは、4方向からの道路を連結するためのジャンクションやインターチェンジの形状の一つである。形状が4つ用のクローバーに見立てられることから名付けられた。この形のジャンクションやインターチェンジは、1方面2つの分岐点と2つの合流点からなる。左側通行の場合、1つ目の分岐点は、運転手から見て90度程度左に曲がり別の、 道路に接続するようになっており、二つ目の分岐点は運転手から見て90度程度右に曲がり、別の道路に接続するようになっている。一つ目の合流点は運転手から見て右手前の道路から接続するようになっており、二つ目の合流点は運転手から見て左奥の道路から接続するようになっている。日本では佐賀県鳥栖市にある トスジャンクション、宮崎県宮崎市にある清武ジャンクションに典型例がある。ただし清武ジャンクションは前述の4つの接続道路うち一つが渡り線になっており、ループランプが一つ欠けた形をしている。クローバー型は2つ目の分岐点より早く一つ目の合流点が到来する。そのため、本道の交通量が一時的に増大する。また、本道に合流する車両と、 本道から分岐しようとする車両が交差するように行き交うことになる。そのため、安全上の問題や交通渋滞を招くことがある。また、二つ目の分岐点を2回連続して通行すれば U ターンできるため、有料道路では管理上の問題が発生する場合もある。部分クローバー型 b に部分クローバー型 A4。一方、クローバー型と同様の機能を持つタービン型は、 分岐した後に交流が行われるため、これらの問題は発生しない。クローバー型の欠点を補う形で改良された部分クローバー型がある。部分クローバー型には A2、B2、A4 などいくつかの形がある。ありがとうございます。